子供 の, あのお写真付きの年賀状だけ1枚100円以上してすごい高いんですよ、年賀状が。なのにこんなに間違えてじゃああんた悪いの堀博くん、堀博くんはやばいね。先輩でしょ、大先輩よ。いや、気づいてよかったなと思って、中村のりひろくんだと思ったら三浦大輔くんになってて男女に局アナ時代のマル秘テクニックを亀井さん、お風呂入らない作戦。あの当時夜番組を生で放送担当してたので、はい、夜すごく夜更かしをして、はあ、翌朝7時とか8時に局に行ってまたロケだったりするんですよね、はい、でもし寝坊したらどうしようと思って、はい、ずっとそういう観念に駆られてもう安眠もできなくなってしまって、うん、当時先輩に相談したら、そんなのお風呂入らなければ自分が臭すぎて早くあの起きてお風呂入らなきゃいけないと思うから起きれるよって言われて、女性の心理を逆手にとって、うん、か、逆かと思って、私は結構よく飲みに行ってたので、はい、飲みすぎて翌朝やばいって時は玄関でそのまま寝て、そのまま起きて、そのままこう、何してんのそれその入らないかと思ったら逆なんです。いや上おったやん、上は玄関で寝てそのまま行くの。アラームだけ鳴らして、うん、もう靴も脱がない感じで寝てたと思って起きて、そのままの顔で出ました。そんな破天荒な人なのさあ、その正井さんね、ラテンのノリ、メキシコに留学してたんですね、大学の時に。それまでの私は結構日本人の A 型みたいな典型的なタイプで、うん、いや、はい、そのアナウンサー試験受けること自体が恥ずかしい、なんか、え、受かると思ってるのってね言われたらどうしようとか。でメキシコから帰ってきたんですごい気が大きくなってて、はい、で結構髪なんかもちょっとなんか下ろして、もっとラテンな化粧もちょっと強めな感じで受けたら、それが意外にフジテレビとかよくハマって泣いていただいたんですよ、うん、で泣いていただいて、その1年間ですごい日本人化しちゃって、4月に入った頃にはすごい地味な私になってまた戻っちゃって、戻っちゃってて、もっと陽気な人やモテた、そうラテンのノリが良かったのにどうしたのって言われて、ラテンのノリで面接受けて、受けるって、どんな感じなの、ラテンのノリで面接受けるこうドアとかこうこういう